セミトレーリングアームセミトレーリングアーム式サスペンションとは自動車の独立喧嘩方式の一つでスイングアームが車軸の前方に配置されスイングアームのピボット軸が車両の進行方向に対して斜めに配置された形式であるセミトレーリングアーム式サスペンションは車軸がスイングアームで位置決めされたスイングアーム式サスペンションの一種である スイングアームは車体に2点で回転可能に指示されていて、その回転軸は車体中央に向かうほど後退する角度がつけられ、同時に水平方向は車体中央側が若干高くなるよう角度がつけられている。これにより旋回時に外輪のサスペンションが縮んだ際にはキャンバー角がネガティブ方向に、銅がイン方向に変化する設定が可能となった。 こうしたジオメトリ変化を利用して操縦安定性を高くできることから FR レイアウトの車種にリアサスペンションとして広く採用された。スイングアームの回転軸が進行方向に対して斜めに取り付けられている方式にはダイアゴナルリンクを用いたスイングアクスル式もあるが、この方式のスイングアーム回転軸は車両進行方向に対して45度の交代角を持っている。 セミトレーディングアームはこれよりも少ない角度として旋回時の操縦安定性を改善している。一方、スイングアームが指示される点は、車軸よりも前方にあることから、旋回時の遠心力による横方向の荷重や、制動時などによる後方への荷重が車輪にかかると、スイングアームを車両中央方向へ回転させる力のモーメントが発生する。スイングアームの軸は、 エラストマーなどの弾力性を持った材質を介して指示されているため、スイングアームの角度が変化して、車輪の塔はアウト方向に変化する。これによって、車体のステアリング特性はオーバーステア気味になり、操縦安定性は悪化する。こうした応答を改善するために、セミトレーリングアーム式には、塔コントロールリンクと呼ばれる、塔アウト傾向を発生させる荷重を受け止めるための、 リンクを追加した方式も現れた。これによって、トーアウト傾向を、ある程度は、抑えることはできたが、セミトレーリング式の構造では問題を避けることができないことから、マルチリンク式へと取って変わられた。セミトレーリングアーム式は BMW が開発し、固定車軸式に変わり、 1960年代から1980年代後半までの比較的高出力者に対応された。日本で最初の採用は1967年8月に発売された510型ブルーバードに搭載され、その後 GC10 型スカイライン 2000GT に採用されたものの当時としては上位グレードのみの採用が多かった。日本では 日産自動車が多く採用していたが、トヨタ自動車でも、マーク2やセリカ、カリーナ、ソアラなどの一部の車種で採用されていた。軽自動車では、ダイハツムーブ、ミラ、オプティ、スバル、サンバー、レックス R-2 で採用例がある。AB-11 から3から1、自動車サスペンションシステム、独立喧嘩式、スイングアーム式、特許庁、 ピアニッシモ12011年8月23日閲覧。ABC11 から3から1自動車サスペンションシステム独立喧嘩式スイングアーム式特許庁。ピアニッシモ42011年8月23日閲覧。ABCD11 から3から1自動車サスペンションシステム独立喧嘩式スイングアーム式特許庁。 ピアニッシモ62011年8月23日閲覧。ありがとうございます。